阿国の神、芥川龍之介。1。シナの上海のある町です。昼でも薄暗いある家の2階に、人相の悪いインド人のばあさんが一人、商人らしい一人のアメリカ人と何かしきりに話し合っていました。実は今度もおばあさんに占いを頼みに来たのだがね。アメリカ人はそう言いながら新しい巻きタバコへ火をつけました。占いですか？占いは当分見ないことにしましたよ。ばあさんはあざけるようにじろりと相手の顔を見ました。この頃はせっかく見てあげてもお礼さえろくにしない人が多くなってきましたからね。そりゃもちろんお礼をするよ。アメリカ人は惜しげもなく300ドルの小切手を1枚ばあさんの前へ投げてやりました。差し当たりこれだけ取っておくさ。もしおばあさんの占いが当たればその時は別にお礼をするから。ばあさんは300ドルの小切手を見ると急に愛想が良くなりました。こんなにたくさんいただいてはかえってお気の毒ですね。そして一体あなたは一体何を占ってくれろとおっしゃるんです？私が見てもらいたいのは。アメリカ人はタバコをくわえたなり狡猾そうな微笑を浮かべました。一体日米戦争はいつあるかということなんだ。それさえちゃんと分かっていれば我々商人はたちまちのうちに大金儲けができるからね。じゃあ明日いらっしゃい。それまでに占っておいてあげますから。そうか、じゃあ間違いのないように。インド人のばあさんは得意そうに胸を反らせました。私の占いは50年来一度も外れたことはないのですよ。何しろ私のは阿国の神がご自身お告げをなさるのですからね。アメリカ人が帰ってしまうと、ばあさんは次の間の戸口へ行って、エレン、エレンと呼び立てました。その声に応じて出てきたのは美しいシナ人の女の子ですが、何か苦労でもあるのか、この女の子の下ぶくれの顔はまるで蝋のような色をしていました。何をグズグズしてるんだい。本当にお前くらいずうずうしい女はありゃしないよ。きっとまた台所で居眠りか何かしていたんだろう。エレンはいくら叱られてもじっとうつむいたまま黙っていました。よくお聞きよ。今夜は久しぶりに阿国の神へお伺いを立てるんだからね。そのつもりでいるんだよ。女の子は真っ黒なおばあさんの顔へ悲しそうな目をあげました。今夜ですか？今夜の12時。いいかい、忘れちゃいけないよ。インド人のばあさんは脅すように指を上げました。またお前がこの間のように私に世話ばかり焼かせると、今度こそお前の命はないよ。お前なんぞは殺そうと思えばひよっこの首を絞めるより。こう言いかけたばあさんは急に顔をしかめました。ふと相手に気がついてみると、エレンはいつか窓際に行ってちょうど開いていたガラス窓から寂しい往来を眺めているのです。何を見ているんだい。エレンはいよいよ色を失ってもう一度ばあさんの顔を見上げました。よしよし、そう私をバカにするんならまだお前は痛い目に遭い足りないんだろう。ばあさんは目を怒らせながらそこにあったほうきを振り上げました。ちょうどその途端です。誰か外へ来たと見えて戸を叩く音が突然荒々しく聞こえ始めました。2。その日のかれこれ同じ時刻にこの家の外を通りかかった年の若い一人の日本人があります。それがどう思ったのか
2階の窓から顔を出したシナ人の女の子を一目見ると、しばらくはあっけに取られたようにぼんやり立ちすくんでしまいました。そこへまた通りかかったのは年を取ったシナ人の人力車夫です。おいおい、あの2階に誰が住んでいるかお前は知っていないかね。日本人はその人力車夫へいきなりこう問いかけました。シナ人は火事棒を握ったまま高い2階を見上げましたが、あそこですか、あそこにはなんとかいうインド人のばあさんが住んでいますと気味悪そうに返事をすると、そうそう行きそうにするのです。まあ待ってくれ、そうしてそのばあさんは何を商売にしているんだ。占い者ですが、この近所じゃ何でも魔法さえ使うそうです。まあ命が大事だったらあのばあさんのところなぞへは行かない方が良いようですよ。シナ人の車夫が行ってしまってから日本人は腕を組んで何か考えているようでしたが、やがて決心でもついたのか、さっさとその家の中へ入っていきました。すると突然聞こえてきたのはばあさんの罵る声に混じったシナ人の女の子の泣き声です。日本人はその声を聞くが早いか、ひとまたに2、3段ずつ薄暗いはしごを駆け上がりました。そうしてばあさんの部屋の戸を力いっぱい叩き出しました。戸はすぐに開きましたが、日本人が中へ入ってみると、そこにはインド人のばあさんがたった一人立っているばかり。もうシナ人の女の子は次の前でも隠れたのか、影も形も見当たりません。何かご用ですか。ばあさんはさも疑わしそうにじろじろ相手の顔を見ました。お前さんは占い者だろう。日本人は腕を組んだままばあさんの顔をにらみ返しました。そうです。じゃあ私のようなぞは聞かなくてもわかっているじゃないか。私も一つお前さんの占いを見てもらいにやってきたんだ。何を見てあげるんです。ばあさんはますます疑わしそうに日本人の様子をうかがっていました。私の主人のお嬢さんが去年の春行方知れずになった。それを一つ見てもらいたいんだが。日本人は一句一句力を入れて言うのです。私の主人は香港の日本領事だ。お嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる。私は遠藤という書生だが、どうだね。そのお嬢さんはどこにいらっしゃる。遠藤はこう言いながら上着の隠しに手を入れると一丁のピストルを引き出しました。この近所にいらっしゃりはしないか。香港の警察署の調べたところじゃ、お嬢さんをさらったのはインド人らしいということだったが、隠し立てをするとためにならんぞ。しかしインド人のばあさんは少しも怖がる景色が見えません。見えないどころか唇にはかえって人をバカにしたような微笑さえ浮かべているのです。お前さんは何を言うんだい。私はそんなお嬢さんなんぞは顔も見たこともありゃしないよ。嘘をつけ、今その窓から外を見ていたのは確かにお嬢さんの妙子さんだ。遠藤は片手にピストルを握ったまま片手に次の間の戸口を指さしました。それでもまだ強情を張るんなら、あそこにいるシナ人を連れてこい。あれは私のもらい子だよ。ばあさんはやはりあざけるようにニヤニヤ一人笑っているのです。もらい子かもらい子でないか一目見りゃわかることだ。貴様が連れてこなければ俺があそこへ行ってみる。遠藤が次の前踏み込もうとすると、とっさにインド人のばあさんはその戸口に立ちふさがりました。ここは私の家だよ。見ず知らずのお前さんなんぞに奥へ入られてたまるものか。どけ、どかないと
撃ち殺すぞ。遠藤はピストルをあげました。いや、あげようとしたのですが、その拍子にばあさんがカラスの鳴くような声を立てたかと思うと、まるで電気に打たれたようにピストルは手から落ちてしまいました。これには勇みだった遠藤もさすがに肝をひしがれたのでしょう。ちょいとの間は不思議そうにあたりを見回していましたが、たちまちまた勇気を取り直すと、魔法使いめと罵りながら虎のようにばあさんへ飛びかかりましたが、ばあさんも去るものです。ひらりと身をかわすが早いか、そこにあったほうきを取ってまたつかみかかろうとする遠藤の顔へ床の上のゴミを吐きかけました。するとそのゴミがみな火花になって、目と言わず口と言わずバラバラと遠藤の顔へ焼きつくのです。遠藤はとうとうたまりかねて、火花のつむじ風に追われながら転げるように外へ逃げ出しました。3。その夜の12時に近い時分、遠藤は一人ばあさんの家の前に佇みながら、2階のガラス窓に映るほかげを悔しそうに見つめていました。せっかくお嬢さんのありかを突き止めながら取り戻すことができないのは残念だな。いっそ警察へ訴えようか。いやいや、シナの警察が手ぬるいことは香港でもうこりごりしている。万一今度も逃げられたらまた探すのが一苦労だと言って、あの魔法使いにはピストルさえ役に立たないし。遠藤がそんなことを考えていると、突然高い2階の窓からひらひら落ちてきた紙切れがあります。おや、紙切れが落ちてきたが、もしやお嬢さんの手紙じゃないか。こうつぶやいた遠藤はその紙切れを拾い上げながら、そっと隠した懐中電灯を出してまん丸な光に照らしてみました。すると果たして紙切れの上には太古が書いたのに違いない消えそうな鉛筆の跡があります。遠藤さん、このうちのおばあさんは恐ろしい魔法使いです。時々真夜中に私の体へアグニというインドの神を乗り移らせます。私はその神が乗り移っている間中死んだようになっているのです。ですからどんなことが起こるか知りませんが、何でもおばあさんの話ではアグニの神が私の口を借りていろいろ予言をするのだそうです。今夜も12時にはおばあさんがまたアグニの神を乗り移らせます。いつもだと私は知らず知らず気が遠くなってしまうのですが、今夜はそうならないうちにわざと魔法にかかった真似をします。そうして私をお父様のところへ返さないとアグニの神がおばあさんの命を取ると言ってやります。おばあさんは何よりもアグニの神が怖いのですから、それを聞けばきっと私を返すだろうと思います。どうか明日の朝もう一度おばあさんのところへ来てください。この計略の他にはおばあさんの手から逃げ出す道はありません。さようなら。遠藤は手紙を読み終わると懐中時計を出してみました。時計は12時5分前です。もうそろそろ時刻になるな。相手はあんな魔法使いだし、お嬢さんはまだ子供だからよほど運が良くないと。遠藤の言葉が終わらないうちにもう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった2階の窓は急に真っ暗になってしまいました。と同時に不思議な香の香りが街の敷石にも染みるほどどこからか静かに漂ってきました。4。
その時、あのインド人のばあさんは、ランプを消した2階の部屋の机に魔法の書物を広げながら、しきりに呪文を唱えていました。書物は、香炉の火の光に、暗い中でも文字だけはぼんやり浮き上がらせているのです。ばあさんの前には心配そうなエレンが、いや、品服を着せられた太鼓がじっと椅子に座っていました。さっき窓から落とした手紙は無事に遠藤さんの手入ったであろうか。あの時、往来にいた人影は確かに遠藤さんだと思ったが、もしや人違いではなかったろうか。そう思うと太鼓はいても立ってもいられないような気がしてきます。しかし、今うっかりそんな気振りが、ばあさんの目にでも止まったが最後、この恐ろしい魔法使いの家から逃げ出そうという計略は、すぐに見破られてしまうでしょう。ですから太鼓は、一生懸命に震える両手を組み合わせながら、かねてたくんでおいた通り、アグニの神が乗り移ったように、見せかける時の近づくのを、今か今かと待っていました。ばあさんは呪文を唱えてしまうと、今度は太鼓をめぐりながらいろいろな手振りをし始めました。ある時は前へ立ったまま両手を左右に上げてみせたり、またある時は後ろへ来て、まるで目隠しでもするようにそっと太鼓の額の上へ手をかざしたりするのです。もしこの時、部屋の外から誰かばあさんの様子を見ていたとすれば、それはきっと大きなコウモリか何かが青白い香炉の火の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょう。そのうちに太鼓はいつものようにだんだん眠気が兆してきましたが、ここで眠ってしまってはせっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理です。そうしてこれができなければ、もちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるのに違いありません。日本の神々様、どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。その代わり私はもう一度、たとえ一目でもお父さんのお顔を見ることができたなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかおばあさんを騙せるようにお力をお貸しくださいまし。太鼓は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし眠気はおいおいと強くなってくるばかりです。と同時に太鼓の耳にはちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにきっと聞こえる声なのです。もうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません。現に目の前の香炉の火やインド人のばあさんの姿でさえ、気味の悪い夢が薄れるようにみるみる消え失せてしまうのです。アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。やがてあの魔法使いが床の上にひれ伏したまましわがれた声を上げた時には、太鼓は椅子に座りながらほとんど生死も知らないようにいつかもうぐっすり寝入っていました。太鼓はもちろんばあさんもこの魔法を使うところは誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし実際は部屋の外にもう一人戸の鍵穴から覗いている男があったのです。それは一体誰でしょうか。言うまでもなく書生の遠藤です。遠藤は太鼓の手紙を見てから一時は往来に立ったなり夜明けを待とうかとも思いましたが、お嬢さんの身の上を考えるとどうしてもじっとしてはいられません。そこでとうとう盗人のようにそっと家の中へ忍び込むと、早速この家の2階の戸口へ来てさっきから隙見をしていたのです。
しかし隙見をするといっても何しろ鍵穴を覗くのですから、青白い香炉の火の光を浴びた死人のような妙子の顔がやっと正面に見えるだけです。その他は机も魔法の書物も床にひれ伏したばあさんの姿もまるで遠藤の目には入りません。しかししわがれたばあさんの声は手に取るようにはっきり聞こえました。あぐにの神、あぐにの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。ばあさんがこう言ったと思うと、息もしないように座っていた太鼓はやはり目をつぶったまま突然口を聞き始めました。しかもその声がどうしても太鼓のような少女とは思われない荒々しい男の声なのです。いや、俺はお前の長い謎は聞かない。お前は俺の言いつけに背いていつも悪事ばかり働いてきた。俺はもう今夜限りお前を見捨てようと思っている。いや、その前に悪事の罰を下してやろうと思っている。ばあさんはあっけに取られたのでしょう。しばらくは何とも答えずにあえぐような声ばかり立てていましたが、太鼓はばあさんに頓着せずおごそかに話し続けるのです。お前は哀れな父親の手からこの女の子を盗んできた。もし命が惜しかったら明日とも言わず今夜のうちに早速この女の子を返すがよい。遠藤は鍵穴に目を当てたままばあさんの答えを待っていました。するとばあさんは驚きでもするかと思いのほか肉々しい笑い声を漏らしながら急に太鼓の前へ突っ立ちました。人をバカにするのもいい加減におし、お前は私を何だと思っているのだえ。私はまだお前に騙されるほど猛録はしていないつもりだよ。早速お前を父親へ返せ。警察のお役人じゃあるまいし、あぐにの神がそんなことをお言いつけになってたまるものか。ばあさんはどこから取り出したか目をつぶった太鼓の顔の先へ一丁のナイフを突きつけました。さあ正直に白状をし、お前はもったいなくもあぐにの神の声色を使っているのだろう。さっきから様子を伺っていても太鼓が実際眠っていることはもちろん遠藤には分かりません。ですから遠藤はこれを見るとさては計略が露見したかと思わず胸を躍らせましたが、太鼓は相変わらずまぶた一つ動かさず嘲笑うように答えるのです。お前も死に時が近づいたな。俺の声がお前には人間の声に聞こえるのか。俺の声は低くとも天井に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのか。わからなければ勝手にするがいい。俺はただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すか、それとも俺の言いつけに背くか。ばあさんはちょいとためらったようですが、たちまち勇気を取り直すと片手にナイフを握りながら片手に太鼓の襟髪をつかんでずるずる手元へ引き寄せました。この甘め、まだ強情を張る気だな。よしよし、それなら約束通り人思いに命を取ってやるぞ。ばあさんはナイフを振り上げました。もう1分間遅れても太鼓の命はなくなります。遠藤はとっさに身を起こすと錠のかかった入り口の戸を無理無体に開けようとしましたが、戸は容易に破れません。いくら押しても叩いても手の皮がすりむけるばかりです。6。そのうちに部屋の中からは誰かのわっと叫ぶ声が突然暗闇に響きました。それから人が床の上へ倒れる音も聞こえたようです。遠藤は
ほとんど気違いのように太古の名前を呼びかけながら、全身の力を肩に集めて、何度も入り口の戸へぶつかりました。板の裂ける音、錠の跳ね飛ぶ音、戸はとうとう破れました。しかし、肝心の部屋の中は、まだ香炉に青白い火がメラメラ燃えているばかり、人気のないようにシーンとしています。遠藤はその光を頼りに、おずおずあたりを見回しました。すると、すぐに目に入ったのは、やはりじっと椅子にかけた死人のような太鼓です。それが、なぜか遠藤には、頭にご公認でもかかっているように、おごそかな感じを起こさせました。お嬢さん、お嬢さん！遠藤は椅子へ行くと、太鼓の耳元へ口をつけて、一生懸命に叫び立てました。が、太鼓は目をつぶったなり、何とも口を開きません。お嬢さん、しっかり押しなさい、遠藤です。太鼓はやっと夢が覚めたように、かすかな目を開きました。遠藤さん？そうです、遠藤です。もう大丈夫ですから、ご安心なさい。さあ、早く逃げましょう。太鼓はまだ夢うつつのように、弱々しい声を出しました。計略はダメだったわ。つい私が眠ってしまったものだから、堪忍してちょうだいよ。計略が露見したのはあなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、阿国の神のかかった真似をやりおおせたじゃありませんか。そんなことはどうでもいいことです。さあ、早くお逃げなさい。遠藤はもどかしそうに、椅子から太鼓を抱き起こしました。あら、嘘。私は眠ってしまったのですもの。どんなことを言ったか知りはしないわ。太鼓は遠藤の胸にもたれながらつぶやくようにこう言いました。計略はダメだったわ。とっても私は逃げられなくってよ。そんなことがあるものですか。私と一緒にいらっしゃい。今度しくじったら大変です。だっておばあさんがいるでしょ。おばあさん？遠藤はもう一度部屋の中を見回しました。机の上にはさっきの通り魔法の書物が開いてある。その下へ仰向きに倒れているのは、あのインド人のおばあさんです。おばあさんは意外にも自分の胸へ自分のナイフを突き立てたまま血だまりの中に死んでいました。おばあさんはどうして？死んでいます。太鼓は遠藤を見上げながら美しい眉を潜めました。私、ちっとも知らなかったわ。おばあさんは、遠藤さんが、あなたが殺してしまったの？遠藤は、ばあさんの死骸から太鼓の顔へ目をやりました。今夜の計略が失敗したことが、しかし、そのたびにばあさんも死ねば、太鼓も無事に取り返せたことが、運命の力の不思議なことが、やっと遠藤にも分かったのはこの瞬間だったのです。私が殺したのじゃありません。あのばあさんを殺したのは、今夜ここへ来た阿国の神です。遠藤は太鼓を抱えたまま、おごそかにこうささやきました。